道の駅セセラギの里コーラは、滋賀県犬上郡コーラ町金谷にある国道307号の道の駅である。直売所は、コーラ町営林の杉や檜が使われている。敷地面積は約1万4四千平方メートル。2021年6月11日に、防災道の駅に指定された。これに伴い、2021年度から3年を目途に、防災拠点として、 機能を拡充させる予定。ヘリポートや防災倉庫などを新設する必要があり、国や県と推進体制を作り、整備の詳細を詰める方針。国道307号と滋賀県道227号、敏満寺の口線の交点となる、金谷秋田交差点の南西に位置する。ABCDEF、滋賀、甲羅町防災道の駅、せせらぎの里甲羅機能拡充へ。 シガ産業新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www.senmonshi.com スラッシュアーカイブスラッシュ02スラッシュ0 2 1 0 2 m q x v 2 h 1 2 u 2 a a s p 2 0 2 1年9月10日閲覧。道の駅セセラギの里コーラが、リニューアルオープンしました。パシフィックコンサルタンツコーラギ会だより十四号道の、 エキセセラギの里コーラ指定管理者の募集について、防災道の駅として39駅を初めて選定しました。広域的な防災拠点として役割を果たすための重点的な支援を実施します。国土交通省道路局企画課。 https://www.mlit.go.jp コロンススララッッシシュュスラッシュレポートスラッシュプレススラッシュコンテントスラッシュ 001408488.pdf2021 年9月10日閲覧ありがとうございます。